こんにちは、よしみです。今日もご視聴いただきありがとうございます。今日は来年のほぼ日手帳をセットアップしてみましたので、その紹介動画となります。最近ほぼ日はウィークスばかり使っていて、オリジナルのサイズとかカズンサイズは久しぶりに使うことになります。もしよろしければ最後までご視聴よろしくお願いします。まずですね、来年の手帳の中に私はほぼ日手帳のカズンとほぼ日手帳の本という A6 サイズのものを含んでいます。過去の動画に2024年の都市手帳会議ということで動画を流しているんですけど、そこではざっくりと、どういう役割をする手帳かっていうのをお話しさせていただきました。で、今日はセットアップしたのを紹介させていただくのと、どういう風に使っていくか細かく説明していく動画となっております。まずですね、ほぼ日手帳のカズンからどんな風にセットアップしているかと、どうやって使っていくかをお話しします。ほぼ日手帳のカズンは今年365 days ノートっていうのを8月から使い始めています。そのノートの引き継ぎとして来年使っていくものになります。この365 days ノートは、フリーで私が何でも書けるように使っているものですね。これをこっちに移していきます。ただですね、365 days ノートはノートっていうことで、本当にこの白紙の方眼のページだけしかないんですけど、ほぼ日手帳はマンスリーがついてたりバーチカルがついてたりするので、その使い方もちょっとセットアップをしているので、使い方も含めて紹介したいと思います。まずですね、開いて、まずこれがね、ほぼ日のオンラインストアで買った吉武慎介さんのシールですね。これはね、使い方はそのオンラインストアのものはこうやって空欄のマンスリーのところにちょっと貼って楽しむみたいな感じのシールなんですけど、これを使っていきたくてここに挟んでいます。あと私が好きなインスタでまた見つけたんですけど、可愛いクマのシールを作ってるお店があって、ちょっとシールを買ったんですけど、それを1枚ここに挟んでいます。ちょっとクマが見えづらいんですけど。で、あとですね、この生活編集カレンダーのちょっと一部をもうすでに切り取ってるんですけど、年末年始はね、私の実家に帰省してしまうので、カレンダーの塊ごと持っていくことが難しいので、もうすでに1月の分を帰省分だけ取ってここに挟んでいます。このね、生活編集室だったかなの生活編集カレンダーっていうのは、ほぼ日手帳の1日1ページの部分に貼っていきたいと思ってるので、ちょっとこちらに入れています。このページはですね、体重管理に使っていこうと思ってます。一応今1月2月3月だけセットアップが完了しています。1月だったら夜のお菓子を週1回にするとか、私あと夜のカフェオレを結構飲んでしまうんですけど、それを週1に減らすとか、そういうダイエットに関する目標を書いていこうかなと思ってます。で、あとここは体重を毎日折れ線グラフで記入していきたいと思ってるので、ここに数字を書いてみました。で、それを3月まで今セットアップしています。次のページがマンスリーになります。で、12月から始まっているので、少し書き込みもしているんですけど、このマンスリーの使い方としては、私は手帳の足跡と趣味のトゥードゥを書くっていう風にここに書いたんですけど、手帳の足跡
ていう、まあ、意味っていうか私の意味合いとしては、今何の手帳を使っているかっていうのを書き出していこうかなと思います。12月の1日の時点ではプロッターネオフィナード365デイズノートブラウニー手帳ノーリツ手帳ゴールドを使っているよっていうのを書いてます。で、あとバイブルのシステム手帳をネオフィナードを少しの間だけ使ってたんだけどフラクトに変更したよっていうのを記載して、記録していくことで何かっていうわけではないんですけど、まあ、趣味の一環として今どんな手帳を使って何を始めてっていうのを書いています。あと趣味のトゥードゥですね。私はYouTube でも動画に出したことがあるんですけど、今自作のリフィルを作るのが少し楽しいなって思ってきてるって、そのリフィルも無料配布してるので、まあ配布する大体の日付を書いてます。ちなみに12月も1月のデイリーとあと新しいリフィルも配布しようかなと思ってるので、もしよければ今後もチェックしてみてください。そんな感じで、まあ、自分の大好きな手帳のことをマンスリーで記録しようかなと思ってセットアップしています。それをね、1月まで一応手帳の足跡、まあ、趣味のタスクっていう感じで1月まで記入をしてますね。あとですね、次がバーチカルのところです。バーチカルのところは睡眠ログと手帳タイムログを書こうと思っています。まあ、このバーチカルになっているので睡眠時間を書いたりとか、まあ、手帳タイムどの時間にどれだけやったのかっていうのも書いていきたいと思います。私は夜の手帳タイムが1日の時間の中で一番長く取れる手帳タイム時間なんですよね。なのでついつい楽しくなって寝る時間を削ってしまうっていうことが結構あるので、まあ、それ防止のためっていうのと、まあ、どれぐらい手帳タイムをして睡眠時間をとってるかっていうのもちょっと目で見て把握しておきたいので、この2つセットでこのバーチカルに書いていきたいと思っています。次はここですね。まあ、特にセットアップして書いたものはないんですけど、まあ、Turning the page to a new year っていうことで、新年に変わる時の気持ちみたいなのを書こうかなと思ってます。なのでこれはまあ年末年始日付が変わる前の日とかそんな感じの日に書こうかなと思っています。で、あと1日1ページのところですね。これは付箋をもうすでに貼り付けてあるんですけど、で、まあ、ちょっとまだ固定してるわけじゃなくて適当に貼り付けているんですけど、私は年末年始実家に帰省してしまうので、ただこのほぼ日手帳は持っていく予定です。なので一応付箋をつけておいて、まあ、荷物を減らして、まあ、付箋も消費したいので一応先に年末年始帰るくらいの日付までセットしてあります。で、この1日1ページのところはこの365 days ノートに書いていた、まあ、本当に自由に手帳会議をしたりとか、まあ今日の予定を書いてみたりとかしてるんですよね。まあ、それをこっちに移るだけなんですけど、まあ、こっちはねほぼ黒字で書いてます。青字をつけたりとかカレンダーを貼ったりとかすることはあったんですけど、シールを貼り付けるっていうことはあんまりしてないので、ほぼ日手帳では少しカラフルに付箋とか結構つけたりシールも貼り付けたりして見た目もカラフルにしていこうかなと思っています。ではですね、後ろ側のページに来ています。
タイムテーブルは今のところ書くことは決まってないので、まだセットアップ とはしていません。マイ100っていうところは私の YouTube のチャンネルの2024年に上げた動画を、まあ、順番に1から100まで書いていきたいと思っています。ただね、1年で100本って結構大変な数字だと思うので、自分ができる限りしていきたいなと思ってます。来年もね、よろしくお願いします。このですね、マイ100に YouTube の動画を書くっていうのは、このね、ウィークスでもやっています。今はこのウィークスのマイ100っていうところに、今年の YouTube チャンネルの動画のタイトル、何の動画を出したかっていうのを書いています。4月から始めて、一応公開を止めた動画もあるんですけど、56本作成してます。我ながらよくここまで続けられたなと思ってるんですけど、見てくださってる皆さんのおかげだと思っているので、本当にありがとうございます。戻って、この今の私にインタビューっていうところはもうすでに記入をしてしまっています。てな感じで、ここまでですね、まあ、セットアップっていう形でどういう風に使っていくかっていうのを紹介させていただきました。ではですね、次は本の A6 サイズのものについてお話ししていきたいと思います。ほぼ日の本はですね、今年能率手帳ゴールドを使って書いていた、まあ、家族の日記とか子育て日記ですねの内容をこっちのほぼ日の本でやっていく、引き継ぐっていう形になります。とまずですね、ここにこれがね、能率手帳の補充用のノートなんですけど、これはね、以前の動画でも少しお話ししてるんですが、このゴールドでもやってたんですけど、ここにね、挟んでるんですよね、2冊。2人分の体調管理記録を挟んでいます。で、まあ、ここにいつ体調が悪くなって、どんな症状で、発熱したら何度かっていうのを書いて、まあ、持ち出せるようなサイズなので、この補充用のノートが、なのでそれは結構便利だったので、ノートで見れるっていうのがね、なので引き続きそれも来年できたらなと思って挟もうかなと思ってます。ただ本はね、本はっていうかポケットが、本はポケットがないので、なんか挟むところがないんですよね。で、ほぼ日の本のカバーを、まあ、いずれ買わなきゃなと思ってて、カバーにはポケットついてるんですかね。ちょっとそこまで調べてないくて、で、買おうと思って Amazon で注文しようとしたら、もう年明けのなんか到着予定日だったので、あ、そんなに長いんだと思ってて、まだ買ってないんですけど、いずれカバーを買いたくて、まあ、そこには挟めるとは思ってるので、そのまま今はカバーなしでここに挟んでおきたいなと思ってます。はい、では中をセットアップしたので見ていこうと思います。ほぼね、子供のことを記入していこうと思ってる手帳なので、まあ、子供の似顔絵を簡単に描いて表紙を作ってみました。で、あとここはね、もう始めてるんですけど、と一言記録っていうのを書いてて、まあ、子供との本当に一行、今日何があったかみたいなのを一言日記としてバーって書いていこうと思ってます。で、こういうのでハビットトラッカーにされてる方もいると思うんですけど、私はね、ハビットトラッカーがすごく苦手で、こうやってセットアップしてもね、全然続かないんですよ。なんかノルマみたいな感じがしちゃって、自分には難しいかなと思ったので、一言記録をパーって
書いていけたらなと思っています。で、上はね、子供に関わるイベントを書こうかなと思っています。で、それが、まあ、2月まで記入してあるのと、マンスリーは私2人子供がいるんですけど、まずね、もうすぐ2歳の子供がいるんですけど、最近は単語がいっぱい出てくるようになって、おしゃべりがすごい盛んになってきました。なので、今日は何々が言えたとか、そういうのがあったら記入していったりとか、あとね、2人ともね、偏食がすごいんですよね。なので、食べられるものなかなかないんですけど、まあ、野菜が食べられるようになったとかっていうのをここに記載していくとか、書いていけたらいいかなと思ってます。空いたところにシールを貼ってるんですけど、これはまあ、ただ意味はなくて、クーラーになってるとちょっと寂しい感じもするので貼ってみただけですね。そんなこんなでマンスリーはそういうのを書いていこうと思います。それをね、1月までセットアップしています。で、後ろのページに行ってですね、ここのタイムテーブルっていうところは、 E テレの番組表を月曜日から金曜日までを記載しています。まあ、この時間帯って夕ご飯を作ったりとか、結構私が忙しい時間なので、テレビを見ててもらうんですけど、まあ、こんな感じでテレビ、まあ、好きそうなテレビを記入しています。と、次がグラフをかけるページですね。と、2人いるので、こんな感じで2人、偶然にも2つ分かれてたので、2人の名前を書いて体重を書いていこうと思います。あと、このマイ100っていうのは、まだ何を書こうかっていうのは迷ってるところなんですけど、おそらく子供に絡んでる手帳なので、子供とやりたいことをバーって書いていこうかなと思ってはいますが、まだ未定です。で、次に今の私にインタビューですね。これはね、もうすでに記入してあるんですが、長女に聞いてみました。ちょっと変えたところもあるんですけど、今どんな感じみたいな感じで聞いてみました。書けるところだけ書いています。お説明をし忘れてしまったんですけど、1日1ページのところは、まあ、子供とか家族に何があったとか、まあ、楽しいことだけなんですけど、今日何々して楽しかったとか、まあ、なんか子供が面白いこと言ってたとか、そういうことを記録していこうかなと思います。そんなわけで、ほぼ日カズンと本の使い方とセットアップを紹介させていただきました。ほぼ日手帳って、他の方のものをね、インスタとか動画とかで見たりしててもね、本当に楽しいですよね。なので、皆さんがどう使われるかとても気になります。また使い始めてどんな感じになってるかなとか、ちゃんと続けられてるかなっていうのは、また動画来年アップしたいと思うので、チェックしてみてください。ではですね、今日の動画はここまでとなります。本日も最後までご視聴ありがとうございました。よければグッドボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ではですね、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。